本日付をもって貴殿の四天王付き臨時職員としての任を解き、5人目の四天王に任命する。さすれば賢者の石を手に入れることも不可能ではない。四天王なのに5人目というのは少々引っかかるが。手伝うんだ。こんなことになるとは、未来が見えつつあると感じた矢先であったのに。緊急事態だ。我とシティーナ、それにオニキスの魔力によって何とか一時的に安定はさせたが、あの様子では7日と持たないでしょう。大軍を連れてこられるほどの冷血を開けるのはいつになるか。何百年、いや何千年後。まず一つ目は、穴が消える前に魔界へ帰る。俺たちもバラバラというわけだ。そんなのやだやだ。せっかくみんな仲良しになれたのに。我が軍の戦力は以前と比べてはるかに弱体化している。苦しい戦いとなるのは火を見るより明らかだ。我はレオと1対1で戦い、全力を出し、そして敗れた。だからこそわかる。あれは正真正銘の化け物だ。軍は解散し、我は魔界へ退く。我とシティーナは魔界の王とその副官、あちらへ帰る義務がある。もう行っちゃえば。いえ、でも。よい、分かっておる。何も言うな、シティーナ。動揺するのもやむを得まい。何でもありません。魔界を救うにはゼロから別の手段を模索するしかないな。例のみんなのために故郷を良くしたい計画ですな。主演の時におっしゃっていた。希望を胸にあらゆる願望を叶えるという賢者の意志を求め、全ては無駄に終わった。陛下の望みが叶うかは分かりませんが、探せば人間界のどこかに詳細な取扱説明書も眠っているはず。いや、ダメだな。肝心の賢者の石は人間たちから奪うしかないのだ。結局争いになる。人間界に一つ、魔界に一つ、今後仲良くやっていくにはちょうど良いと思いませんか。いいか、エキドナ。まずお前を騙していたことは謝る。いろいろと事情があってな。エキドナ、混乱してるところすまないが、時間が惜しい。生徒レナインへのものではない。もう一つの賢者の石のあるところまで案内したい。